のち、財布を出せよ。畑って言われる気がしてたんだよな。いや、マジでつまんないよ、でも。あの動画あったじゃん。うん。動画あって、俺も多分順番来るだろうなって思ってたんだよ。だからなんか俺財布面白くないといけないって思ってたけど、言われるまでに仕込まなくちゃって思ってたけど、結局忘れて今来ちゃった。だからもう何も本当に仕込んでない状態なんで、ちょっと仕込みの時間入れていいですか？いい。ダメだね、それはダメ。いや、なんでかんだみんな面白かったっすね。クソつまんないって。いいんだよ、それでな。後出しじゃんけんは勝たないといけないんですよ。まあ確かにね。つまり後出ししてつまんないのはいっちゃんしょうもない。まあでもあれですもんね、ありのままを見せるっていうやつですもんね。そうです、そうです。ママのも行きましょう。まあ今日人数も少ないんですよ。今日はじめくんが東京で、富山か、富山、中央が夏休みだから、謎メンツですよ、この3人っていうのなかった。見ていきますか。お願いします。じゃあどうぞ。とりあえず3万1000円。うわポケカ買うためにたくさんおろしたけど、ポケカ買わないって。小銭、小銭、小銭が595円と、なんかあの外国のやつ。あ、やべ、外見から行くんだった。外見ってこと？そうそう、銀行員の先輩から譲り受けたもらい物の財布。あ、そうなんだ。へー、でもお高いらしいんですよ、グッチ。うわタナッチが今日から名前変わります。グッチです。やめて。カードが、まあ、クレジットカード、これクレジットカードです。キャッシュカード、これ T ポイントカード、物語シリーズ。あ、ほんとや、足くじおるやん。ヒロイン全員集合、絶対作るって言って作った。これが免許証。で、待って、あ、これか、カードなんだけど、さあこっからです、ね、マジでつまんないよこれ。こっからっすね。これなんかもうでも2、3年ぐらい前に先輩から旅行行った帰り、イタリアだかフランスだか行ったらしいんですけど、なんかこれ持ってるといいこと起きるらしいよって言って10人分ぐらい持ってきてくれて、別にそこまで仲良くなかったんですけど、その先輩とは。なんか1個余ってるから、じゃあいるし、あげるわ、みたいな。ポンタカード、美容師のやつ、ヨドバシカメラのカード、ニトリのカード、ゆうちょ銀行のカード、ヤマダ電機のカード、あと、お洋服屋さんのカード、スタバのカード。スタバカード、スタバのカード、なんかこれあれで誕生日かなんかの時にもらいました。鶴ヶ谷のカード、ABC マートのカード、おーっと、マイナンバーの通知カードです。あと、これはあれ、はじめさんも。あー、メイド喫茶。あれ、色違う？ 5 回行くまではあのカードなの、はじめさんの。ブロンズカードなの。5回以上行くと、銀になるの。上なんだね。そうそう。ちょっとだけ上、シルバーなんだ。そう、シルバーなんですよ。はじめさん足腰弱お？うん。で、俺、松の木引き抜くおなんですよ。いや、俺のはもう完全に芸人さんのネタのパクリなんだけど。うん。そう。なんか、はじめさんとご帰宅した時、ご帰宅っていうのをメイド喫茶に行ったの。はじめさんとご帰宅した時に、俺は、まあ、なんやかんやで1回だけ行ったことあったんだよ。人生2回目のご帰宅で、はじめさん初めてみたいな。で、2人で行って、で、その時に、ご主人様名前はって言われた時に、俺は松の木引き抜くを。うん。そしたら、はじめさんはそれを見て、ああ、じゃあ僕は足腰弱おで、みたいになって、で、はじめさんはまだその1回しか行ってないけど、俺はそれ以降も、メイド喫茶いいなってなって、友達とかと行ってたんで、ちょっとシルバーになっちゃいました。あの、おたげやってたじゃないですか。うん。で、元チームメンバーが主催イベントをやってたんで、それを夏休みの時に行ってて、それのチケットが入ってました。あー！おっと？なんか最後の最後にちゃんと出てくるように持ってた。これ、そのメイド喫茶の。かわいいよ。これどうなん、使っ、見せていいんかな？これ誰？チェキ。これチェキ。メイドさん。大丈夫ですよね、多分。ちゃんだよ。かわいいんだけど。しかもこれ金髪だから最近じゃん。だから夏休みです。僕見ていいですか？うん。失礼します。めっちゃかわいいじゃん。めっちゃ可愛いんですよ。やばいな。割とそんな入ってないね。そうですね。カード入れて。いや、俺入ってる時めっちゃ入ってるんですよ。こんな感じだけど大丈夫これ。どうやって割る？故障で本当に出んのかな。俺都市伝説な気がするんですよ。いや、マジで出ますよ。いや、ちょっとわかんないな。あ、でもでもでも。お？その顔になってる。ちょっと。待って、みんなタイミング合わせて、タイミング合わせて、みんな出して出して。あー、ダメだった。ほら無理。あ、ほらあげますよ、これ。バンってやつか。以上。ボーッ。あー、なに、俺聞かん。あ、あ、誰、あ、ほら、え、はっ、タイミング合わせて。じゃあ、みんな、じゃあ、手のひらに持ってください、皆さん。あ、すげえ。みんな、ダメです。あに出してダメです。もっとダメです。はい。はい、吸って。待ってください。じゃあ、落ち着いて。ま、めっちゃ出る。どうすか、どうすか、皆さん。あ、いきます。皆さん、出る、出る、出る、の状態。早く。あ、いきます。あ、待って、ラッチ。いきます。早く。まず、せーの。俺で、せーの。はい、わかった。俺ら胡椒より、なんか、人それぞれ違うじゃないですか。あ、多分あれ、ティッシュとか入れて、やるタイプの人もいると思うんですよ。え、てか、ないって、胡椒まんじゃない。ない、ない、ない。小より、小より。小指が、せーの。俺これ無限ばっかできる。あ、みんな用意した？
みんな用意した？はい、できました。いきますよ。オッケー、これみんなね。はい。せーの、いけ、好きな来ても。いや、咳だよ、もう。頑張って頑張って。待って、一回俺これ洗うわ。なんで？マジか、すごっ。タクルに合わせた方がいい、みんな。はい。もう、咳やないかい。やべやべ、ブームが去った。待って、ブームが去った。やべ。やべ、これ終わんねえわ。何が刺さった？一回座ろう。はい。いや、マジで、胡椒あれですよ。鼻ぶっ壊す。まだ鼻痛い、本当に。まあ、誰かと被ればいいんですよね。被ればいい、被ればいいです。2でも3でも4でもいいってことですね。はい。じゃあ皆さん、思うがままに、くしゃみをして被せてください。はい。やべ、なんかね、去ったんだよな。いきます。え、待って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 。誰かが合わせればいいんだよ。もう一発洋平さん出なくなってきております。はい、やばい、おうぅぅ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 ぅはい。だって、ゲズキ入ろう。これ、人数多い方がいいって言うんです。そうっすね。俺、強いっすよ、多分。俺、くしゃみ、エンドレスで出るっすよ、割と。ちなみになんか、研究によると、くしゃみによって、かかる腰へのダメージってめっちゃでかいらしいです。で、ってことは腰の筋トレってことでしょ？そう。誰か。待って待って、すぐ追いつく。待って、そこでくしゃみしてほしくない、俺。いきます。待って、ゲズキ、待って。あ、違う。あ、すごい。小寄りでいけば羨ましいな。行かせてあげます。すいません。あ、他人にやってもらった方がいいのかもしれないね。ん？あ、気持ち。だね。無理だこれ。これみんなちょっとポイントとして、アヘ顔するとめっちゃ出やすい。それ、本当それ。うん。どうだ。アヘ顔ってなんすか、まず。あ、目が。誰か。誰か。もうちょっと待って。あ、ようやくんが行きます。終わって。はい。久々に出たのに。待って、今体力体力の消費がやばいな。やばいやばいやばい。痩せそう。痩せる、絶対痩せる。くしゃみめっちゃ腹筋使ってるっすよ。いくよ、オッケー、せーの、よし、やって、せー、いきますか。はい、あ、いい、そのまま続けて。うわ、惜しいんだよな。大地くんが欲しかったっすね。こういうの大地くん、なんか早そう。疲れるな、くしゃみすると。きつい。結構きつい。完全にオフ入った。完全にオフ。オフ兵？もうか、寝る兵？寝る兵も。もう寝る兵かもしれんな。長期戦になりそうなんで、いいかな。いや、それ結構きついっすか。いや、俺それ結構脳裏によぎってたんですよ。一回ラッスすれば、でもリセットできるやん。強っ。くそ、勝てそう、どうだ、勝てそう、勝てそう。あ、そう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 、くえ、ちょっとケースじゃあ一回ケースけど、あ、そうだね、あ、そうっすね、そうっすね、まあ、いや、全然小さい、あ、どうだったら全然小さい、ストーンです、いい勝負です。うわー、同点か。ちょっと俺の体感が、あ、いいじゃない。俺言っとくけど、一番弱そうに見て一番強いっすよ。俺と洋平くんでいきましょうよ。おお、実はこれ力ではないっていうことを証明しよう。そうですね、重力を制すという言葉がありますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、そういう作戦、じゃあ俺こうするわ。あ、ちょっと待って、一回タナチマ、あ、タナチマちょっと疲れてるから、いや、俺行きますよ。いいですか、お一人で。はい、あ、はい、ドゥズン。むずいな、どうやって倒そう。威力がやばい。あ、つけめっちゃあった。耐え耐え耐え。うわぁ、そのケイスケとタナチマ、はい、ダンス大丈夫ですか？ 3 戦連続。あ、大丈夫大丈夫。いや、でもこれ結局ね、威力がね、芯持ってかれたら終わりだからね。そう、
あの、やられない攻撃をしてればね。ちょっと早え。どうやって倒すんですか、ケンスケのこと。え、倒し方が見つかんない。いや、もう引きつけるしかないな。しゃー強い。勝てる相手だぞ。手が柔道だもんね。よっしゃー。今あーってなります。どうぞ。もう出し切ったと思うんですよ、我々、ね、今日の分のくしゃみを、はい、一発一発出ないじゃないですか。はい、今回ちょっと諦めということで。珍しいこと言いますね。大地くんもいないじゃん。まあ、大地くんもうちょっと人数増やしてもいいかなっていう。ちょっとじゃあ6人だったら確率はまあ全然違いますもん。全然てかもうそもそも今日もう多分我々今日分のくしゃみを出し切っちゃってるんですよ。出し切った。多分もうあれ多分来週の日曜日ぐらいまではもう出ないと思う。多分それは嘘です。やっぱ疲れた時はね、うん、ラーメンなんすよ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした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 。はい、ごちそうさまでした。